はい、ただいま、来ているのがインアウトアウト。支店長がオーダーミスでお持ち帰りにしてしまったそうなんです。はい、お持ち帰りにしてました。はい、じゃあこれ箱から、箱じゃない、袋から出しましょうね。はい、はい、おお、それこれが、はいはい、なんだっけ、これがダブルダブル、ダブルダブル、はい、ダブルダブルです。ダブルダブル、支店長は何ですか。同じです、僕も。あ、ダブルダブル、はい、ダブルダブル2つと、ポテトがついて、ドリンクついて、$18、2つで、そうです、2つで$18だから、そんな高くはないかな。で、あれですかね、18ドルで2500円ぐらい。そうですね。だから、1人1200円とか、はい、マックで1200円で結構な、うん、あれだよね。いや、マクドナルドの俺行かないから分かんないけど、はい、食べてみたいと思います。数年ぶりに食べますね。数年ぶりですか。どうですか、数年ぶりに。まあ普通と言った普通ですか。感動はないというか、かもなく、かもなくハンバーガーは食べないからね、基本。ハンバーガーとラーメンは食べないですね。松屋は好きだけどね。今日肉肉しいですね。肉肉しい。味しないじゃん。だからこう塩とかあるんだ。ポテトなんていつぶりで食ったの。多分その時も俺、その時はポテト食ってなかった気がします。食べてないよ、はい、でもなかなかない絵ですね、あのポテト食べてる。今はもう物価が高騰してるから食べれる食材は全部食べない。食べざるを得ない。チョコレートシェイク、おいくらですか。300円。はい、300円じゃない、300円強ですかね。 3ドル、3ドルってことは3、1が3、3、4、12、400。あ、これじゃあスタバですね。スタバぐらいですかね。マックシェイクですね。マックシェイクあれ飲むんですか。あ、マックシェイク飲む。あ、マックシェイク飲む。そう、あのこの間だってあの限定のカルピスでわざわざ飲みに行ったもん。ハンブルゲサは食べない。食べない。マックシェイク飲むと、たまにソフトツイスト。ソフトツイスト、甘いもの系ですか。いや、ソフトクリームで。 あれ100円は相当お値打ちだと思うよ。ほんと美味しいよ、あれは。ほんと、もうそんずそこらの。え、マックにソフトクリームあるんですか。あるよ、超うまいよ、超うまい。あれはだって、そのためだけに行くもん。俺がマック行くのはもうソフトツイストだけだよ。あと、限定メニューのシェイク、カルピスだったり。あ、トラギカなんだっけ、カルピスは飲んだんだよね。その前も出てたんだけど、それ行けなかったんだけど。あ、スイカとかあるんですね。なんだったマンゴーだったかな。ああ、マンゴーやった。あとオレオもあったような気がする。オレオ、
オレオはあのシェイクみたいなやつにオレオが入ってるやつ、なんつうんだっけ、え、オレオはあのまま入ってるんですか、あ、崩して、クラッシュ、クラッシュして、そうだ、俺今オレオあるじゃん、オレオ入れればこれですよ、限定メニューできますよ、美味しい、寒い寒い、うわ寒くなってきた、ラスベガスでまさかの鳥肌、ラスベガスでまさかの鳥肌、寒い寒いな、こんな灼熱の地でこんな鳥肌立つとは、寒い寒いよ、いやこれ、これ一気に、いやー寒い、いやシェイク、シェイクが、シェイクが体を冷やすぜ、いや寒い寒い、鳥肌立っちゃったよ、鳥肌立っちゃったよ、ラスベガスで、もういや寒いな、気に入けないですね、いや、バフェなんかすごいことになってきてるんだよ、この